あの早速査定させてもらいます。ぜひぜひ。まずでっかいねやっぱり。これタンク何も入るの？21。あ結構入るね。21いった。これはヨーロッパ仕様でしたっけ？本国仕様やからシート高が875ですね。875。めちゃくちゃ高いね。また割れそうですね。僕でやっとツンツン。これぐらい。不安感やっぱあります？僕今まで SS しか乗ってなかったでしょ。ああやっぱ怖いし。怖いです、ね。これ高速で来たん？今高速で来ました。どうでした？高速通りは。あのね、はい、僕 GS も乗せてもうたんやけど、ああ GS はなんかごっついクルージングみたいな感じ。どこ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 言うてますね。あ、どこどこ言うてる。言うてる言うてる。あ、モトラットさんから見た視点的にどんな感じですか？そう、これあの L 型ですよね。 L2 ですね、ですね、あのテスタストレッタ11、はいはい、まあ、あのどちらかというとね、あのレースエンジン積んでるんで、 ある程度のやっぱりそのパワーフィーリングっていうのは持ってると思うんですね、はい、ただちょっとオフロードの性能はちょっと僕も未知数なんで何とも言えないんですけど、あ、これ違うね、違うね、違うね、モンスターのエンジンベースで1、2、ローギアード化してるんですよ。あ、だから結構加速寄り、うん、で6はハイギアード化しててクルージングできるように、あ、間を飛ばしてる、その辺の味付けは変えてるみたいで、あらそう、あ、もうドゥカティの回し物ですな。多分スタートダッシュ SS より速いですよ、一瞬のスタートダッシュだけ、トルクがバン来る、はい、そう、そっからトップ全てはとてもやない無理やけど、まあ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 、街乗りは乗りやすい、ただやっぱり車中何でしたっけ、感想は200なんですけど、これで223とか4とかやったから、200ちょいか、うわ白、むちゃ白、白い白汚れるやん。ちなみにノースさんの試乗車、はい、もうカウルバリバリ割れてた。この前 あのオフロードのイベントで、あれ試乗車割れてるけど、割れてない、まだ割れてない。これガードとかは全然オプションとかつけてない、納期遅延、今日やっと僕今行った時にノースさんのデザート X の1号車のお客さんにやっと着いたとこで、あ、そうなんだ、やっぱ部品の供給がちょっと遅れてるみたいで、まあどのメーカーもそうですよね、うん、これ今なんか部品は頼んでる、エンジンガード、このロールバーみたいなやつ、あ、はい、あ、はいはい、はい、とグリップヒーター、グリップヒーターはまだ遅延している、ま、ガードが遅れるっていうこのオチ。それまでにこけるという。じゃあ早速どっかで聞いたことあるな。林道行きましょうか。いやでもオフ乗ったら面白そうだな。絶対もうこれはあとは吉田さんにちょっと僕ねいろいろ教えてもらって。そうやね、もう車では林道バリバリ走ってたけどバイクは初めてなんで。いやでも結構でかいよね。まあ SS から比べたらやっぱり30センチぐらい長くなるのと、うん、ホイールがそもそもねそっち21まで上がるじゃないですか、フロント、それでもでかいでしょ。あと高さですよね。え、お尻も 21?18。 あ、これ外張りはでも大きく見えるけど18なんや。850GS とかと同じような。あ、でモニターどうでした、見やすかった、これモニター、あ、スマホなかなか、なんやろ、あ、そんな風になるんだ、全部の情報がこの中入ってて、あ、かっこいい、結構へー、いいね、操作性も悪くはないかな。そうなんや、はい、いやでも足つき全然いける思ってたけど、やっぱりそうやな、ちょっと高いんやな。やっぱり高いですよ。あ、で、あのラリーシートって赤いやつ知ってます？ここタンデムも一緒になってオプションで4万ぐらいであるんですけど、あれにするとさらに20上がるらしい。わ、その20は895ではないし。そらあかんわ。今ノースに止まってましたわ。いくらしおちゃんが足長い、無理です、短いです。ちょっとこれエンジン音聞かせてください。あ、どうぞ。まあやっぱおとなしいですよね。まあでもどこでも言ってる。ああ。どうやろう。キュンさんのハイパーモタードと比べてどうかちょっと分かれんけど。ベースは一緒やけどね。吸気の音はするけど。マフラー変わってるもんね。ああ、そうやな。ちょっとまたガラしてもうていいですか。全然。さあ、初インプレッション。僕は71なんですけど、あの単速なんで、単速、はい、また足がめっちゃ短い、見て分かります、はい、すいません。僕も知らない。あ、でも吉田さんなんか調子が座ってるよな。あ、乗りられてるからなんやろ、安心感あるね。体重が88ハテナあるんで、あ、その分グッと沈む、僕より沈むからね。自動プリロード、プリロードね。
でも私乗ってる 800GS アドベンチャーもオフ、あっち付きこれぐらい、もうちょっと高いぐらいなんで。あ、でもこれはいけるね、乗り慣れてる人のこの足は十分だわ。ああ、もう全然オフロード走れたら絶対これぐらいのシートも欲しい。そうなんや、うん、あの全然いいと思います。この下の側も元から、それ元からオプションで違うのはあるんですけど、いいよ、ね、これは標準タイプですよ。そうなんや。え、ここら辺も元からこのガードっぽいの、そのコア、コアガードだけつけました。あ、いるよね、オプションで。ほんでなんかカメラついてる、それ S 線から移設した。あ、そうなんや。 S 線僕ついてたでしょ、ここでつけてもらったんですけど。あ、そっかそっか。ドラルコア移設しました。こういうの目立たんね。ただちょっと後ろが、まあ SS ほど見た目にこだわれへんかったらええかと思って。いいね、こういうの意外と便利ね、こういうのね。ちなみにこれ車体本体っていくらぐらい？199。199、はい、もともと僕契約した時196やったんですけど、うん、円安ユーロ高の加減で、あ、これで6万上がったんですよ。おパニとかやったら数十万上がったっていう車種もあるみたい で、 いい、マジで。ディアベルとかは上がってないんかな、車種によって全然違うみたいですけど、す、ね、うん、為替の影響でこれは6万上がって、発表当時193円やったんかな。ほうほうほう。でその時にネットでも良かってついてたんで今定価199になりました。そうなんや。199ですね。あ、まあ、今軒並みね、もう部品代の車両代上がってますからね。そう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 、やっぱ元田さんの車両も上がりつつある。もう来年の生産車両は上がってます。車内はね、もうこういうご時世ですから。そうしょうがないです、まあ、上がる運用じゃないもんね。そうですね。S ちゃん、 RR、 しょうちゃん、もう売れた。あ、あ、もうすぐ。そうや、なんかね、もう納車しましたよ。見ました、はい。あ、俺のが5時で売れたいざ売れてんの見たらちょっと寂しい、寂しい。でも寂しいけど、もっと寂しいのは1年後あったらもっと寂しいやん。ああ、売れてないもちろん寂しいよ。でも僕の今の心情はめっちゃ寂しいですよ一番寂しがってるのは分かったと思うまだ最初はBMW、 はい、そうでした。ほんで次2回目は憧れのドゥカティ、憧れのドゥカティ、はい、でも両方共通してるのは、はい、三岡さん来るんですね。そうですね、はい、次もう1回何年後か買うときはやっぱり次は BMW 発音悪いよな。まあでも吉田さんいろいろやってもらってるから、あの、ちょっと心は痛いけど、まあね、いや、もうそれはもう大丈夫です。まあ同じ、もちろんグループなんで、こことは繋がっといたらまた後々 ね、誰かが BM 乗りたいって言ったら絶対吉田さんに来るし、さっきしおちゃん来る前に、吉田さんもうそうやっていろいろ乗り換えてもらって、また BMW 来てまたいいですよって、あの、ね、本音と建前がちょっと本音と建前、うまい一応営業トーク用とはの本社違うね。で、新しい M 線の噂が出てるじゃないですか。そうですね、一応あの本社発表になりまして。あ、公式になったの？いや、まだ公式ではなく、はいはい、一応そのデリバリー価格、内容とかは結構まだ分からない情報がないので、はいはいはい、多分来年の春以降になると思うんですけど。あれはすごいね、あれはすごい、バケモンやね。 M 線の RR と M 線の R ですね、まあ、この2機種が一応本社での、まあ、発表になったということで、多分来年のモーターサイクルショー出てくるかもしれないですね。だったら嬉しいね、うん、あ、電車見れるかもしれない、楽しみですね。そうか、ね、その所長、おめでとうございます。いえ、ありがとうございます。おめでとうございます。吉田さん、いろいろありがとうございます。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。泣くなよ。大丈夫です。まあまあ。吉田さん、こう見てハードわからない。もろいんですよ。吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。